おはようございます。ゴミはたからチャンネルでございます。本日は令和5年8月の22日火曜日、えー、室温の方はね、29.9度、えー、30度を終わってまいりましたね。湿度の方はね、ちょっとジメジメしてね、66%ですね、えー。現在6時21分です。いつもご視聴いただきありがとうございます。ゴミはたからチャンネルでございます。 もうね、毎日毎日暑いですよね。昨日なんかね、38度ぐらいになってましたよ。もうね、体感でいくとね、40度を超えてますよね。もうね、仕事がね、かなりきつくなってまいりましたね。もう帰ってきたらね、すぐ寝ちゃうみたいな感じです。はい、えー、私はね、今60歳とね、えー、10ヶ月ですね。もうまもなくね、61歳になります。 もうね日々のね仕事をねこなすだけでもね、えー、体力がね、もうバテバテですよね。いつまで続くかね、ちょっとわからないんでね、ちょっと働き方をね、考えていかないとね、えー、年金のね受け取りをね、えー前、前倒しでもらおうかね、ちょっと真剣にね、考えていかないとねいけない時期になってきたかなと思いますね、まあ。まだもうちょっとね、頑張ってね、いけるとこまでいきたいなと思いますね。 はいえー、仕事を辞めてしまうとね毎日がね、えー、エブリデイ日曜日になってしまいますねまあね最初のうちはね日曜日でもねいいかなと思いますけどねもうね大概の YouTube のねところを見てますとね大体2週間ぐらいでねもうね、えー、暇を持て余してね行くとこがないわ何したらいいのかなっていうのでね家でゴロゴロね食っちゃねえでテレビを見てって、ね、なるとね えもう体の方にはね、やっぱりね、いいことないと思いますよね。人間動かないとね、長生きできないようなね、仕組みになってるとかっていうのがね、どっかでね、YouTube で誰かが話していたと思いますね。まあ、ゴロゴロするとね、血液の循環も悪くなりますしね、えー、ねやる気がなくなっちゃったね、引いてはね、うつ病になってしまうというね、ケースもあるんでね、ましてやね、旦那がね、一日中家におるとね、もうね、 奥様の方はね大変なストレスになるみたいなことをね、まあ、YouTube チャンネルでもねよう、えー、上がってましたね、えー、夫があ源をね縁出す病気というね不原病っていうね、えー、旦那が家にいてるだけで奥様のね体調が悪くなるっていうねもうね世にましてもねおぞましい病気がありますよねもうね,、えー、ね旦那ね何もねできない旦那でありますと えねえー、何もしませんからねあ、またね、これがね、朝の早くから起きて、ごっちゃごっちゃごっちゃごちゃしてね、もう起きてますよというね、シャッターガラガラガラって開けてね、起きてますよというアピールをしますよね。奥様の方はね、休みの日ぐらいね、ほっといてっていう感じになりますね。うちではね、えー、朝顔をね、自分でしなさいよと言われてるんですけどね、なかなかね、自分ではね、しませんよね。 ちょこんとねテーブルに座ってご飯をね出てくるのを待ってるみたいな感じでね取られちゃってるんでねまあひいてはそんな感じでしょうかねはいいつもご視聴いただきありがとうございますごみは宝チャンネルでございますまあ仕事を辞めるにしてもねお金のことがねまず絡んできますよねお金の問題がなければね悠々自適でね好きなことやってればいいんでしょうがねなかなか年金の方もね十分な額ではございませんのでね、えー、人生100年 昔でしたらね、年金をもうてね、そんな長生きする人ね、ねいませんでしたからね、それでよかったんかもしれませんけどね、まあ医療の方が発達したりね、いろんなことがね、えー、重なってね、えー、人生100年時代となってますからね、退職してからまあ60で退職したら、あと40年もね、長きにわたってありますね、ひいてはね、働いていた期間よりね、長いね老後の生活が待ってるんでね、 これをね、いかに克服しないかなというね、課題でありますけどね、なかなかね、難しいですよね、もうね、人間、働きたくありませんからね、でもね、食いちをね、つなぐためにはね、収入源を確保しとかないとね、えー、生活保護になっちゃいますからね、まあね、周りでもね、年金だけで送ってといけないでね、生活保護をね、受けられてる方もね、ただ見受けられるんでね、まあまあ、生活保護がね、悪いというわけではございませんがね、 働けるんであればね、自分の収入源の確保はね、えー、自己責任ということでね、やっていかないといけないんですけどね、これがなかなか難しいことでありますよね。皆さんはね、どんな考えでしょうかね。よかったらコメント欄でね、コメントいただいたらね、ありがたいと思いますね。いつもご視聴いただきありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。ゴミはったからチャンネルです。またよかったら見に来てください。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。